はい、用意するのはですね、一体こんなもんかな。ガスコンロ、バーナーとですね、ペットボトル、これは単なる普通の水ですね。これで作りたいと思います。まずですね、あらかじめ用意しておいたペットボトルを入れていいですね。ペットボトルにですね、あらかじめこう穴を開けておきます。大体まっすぐかこう感じですかね。まあ、穴は自分で自由に真ん中ぐらいに開けてもらって、これに突き刺します。こんな感じですね。真ん中の方がいいかな。安定感が取れるよ。すぐになるところですね。そしてこの鍋をこう押せばこう押せばこんな感じよくある鉛ですね。105ドル、今回165、グラフにとっては30、まあいいや、だから計算できる。ガスバーナーの方でまず溶かしていきたいと思います。ちょっと月が悪ある程度溶けたら、今度はこう火をつけますね。これで溶けていくと思います。
婦人物を。少々水を少し入れとく。水を少し。これ大事ですけどね。水を少し入れて。少し入れていきましょう。よし。あとは流し込むだけですね。
完成です。あとは釘を抜いてですね、面取りをしたらもう出来上がりです。5分くらいできるかな、大体。失敗作品ですね、今までと。はい、それではですね、先ほどのやつで完成しました。裏を向けますね。裏を向けるとこういう風な感じになってますね。これとかですね、ちょっと液だれして、鉛だれですね、鉛だれしてちょっと出てますが、後からの切れますのでですね、あとこれを釘をですね抜いていきたいと思います。釘はですね、もう冷えて完全に手に持てれるようになったらですね、こういうラジオペンチかニッパー、それでですねちょっと固定をしてもらって、あとはもうグリグリするしかないですね。回していく、回しながら、この回しながらですね抜いていくときに中が結構凹凸がですねツルツルになっていくので、ラインとかのですね絡みもなくなる形にはなりますね。はい、取れました。意外に簡単に取れるんですよ。これ冷たい時もですね、こういう風な感じでクルトが出てます。あとこの辺ちょっと溶けてるんですけど、これなのでペーパーとかかけてですね綺麗にしていけばいいと思いますが、このまま4ペーは使いたいと思います。はい、それでですね次もう一個やってみようかな。 CC レモン意外と、簡単に、ちょっとこの辺がですね、入ってませんが、これもちょっと抜いてみたいと思います。くるくる回す先ですね、同じように先ほどと同じようにくるくる回しながら少しずつ抜いていく。意外とこれ力がいるような感じするけど、あんまりいらないですね。とりあえずひたすらくるくる釘を固定して抜いていくっていう感じですね。ゆっくりゆっくり。抜けますね。これですね。はい、ここから抜けました。ちょっと変形してるんですけど、これグラムをちょっと測ってみましょう。だいたいこのペットボトル普通タイプですね、これをオフにしてオフですね。このタイプで測ったらだいたい 90g になりますね、これが普通のタイラバ、タイラバの 25g、 これがだいたいですね普通で言ったら、92、3ですね。だからだいたいこれちょうど綺麗にできてパンパンして、まあだいたい90g ある、92、3はある、同じような感じですね。これと同じような感じの重さになると思ってもらえれば簡単です。